ドゥクドゥン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 ドンドゥンドンドゥンンちょっと意味のわからないオープニングでしたがどうも皆さんおはこんばんにちはガジェットはるな艦長ですえーっと今回はですね久々にというかあ帰ってくるんだっていうそういうお話ですねまあ、えー、関西区域の方しかねあんまりこうなんていうんですかね <Damn> <ent> えー、メリットぐらいんですけどもこの動画はえー、つくもありますねえー、秋葉とか名古屋とかに展開している、えーまあ、他にもね多分北海道とかもね確か展開してたような気するんですけどつくもがですねあの大阪でねえー、<laughs> だいぶ前ですよなんか2010年入る前とかにね閉じたあのー、つくもがですね大阪にまた 戻ってくるというそういうお話ですねえー日本橋にしかも日本橋にね戻ってくるという2009年に閉店したんですねそうなんですよつくもが閉店しちゃってドスパラとパソコン工房とかしかなくなっちゃってまああとはあのソフマップとかのなんていうんですかねあの自作コーナーとかああいうところしかなくなっちゃって もうなんていうんですかね息,息ができねえみたいな若干なったんですよねまあ日本橋がなんかちょっとずつ衰退していってるのかなっていうような感じだったんですけどもまあこの度ようやく9月に、えー、プレオープンですけどもえつくもが日本橋に大阪日本橋に帰ってくるというマジで嬉しい。 ですまああの9月のプレオープンになったらマジでもう一回また日本橋行こうかなうん一緒にねもし行ってくれる人いれば、えー、よろしくお願いします、えー、本当につくもさん帰ってきてくれてありがとう定住してねちゃんとまた撤退とかやめてねということで、えー、今回はですね、えー、あのつくもが日本橋大阪日本橋に、えー、久しぶりに来るという。 お話でしたまた次回の動画でお会いしましょうハレナでした